Hi everyone, thank you so much for coming back for another lesson.、リスニングテストの中からですね、だいたい聞こえないっていうもの、その文とか語の並びがだいたい同じものが、フィードバックとして上がってきましたので、それを解説していきたいと思います。ペンと紙を使ってですね、解説すればもっと聞きやすくなると思いますので、今日はそのレッスンにしてみましょう。Alright, let's get started. はい、では解説をしてみましょう。Could I have another one? この another が聞こえないっていう方が何人かいらっしゃいました。ですね、ここの another の出だしの音というのは、発音記号で見るとこういう曖昧母音というものになります。前の単語が have、v の音で終わりますよね。そして次に母音が来ると、まあ、ローマ字と同じような感覚で基本リンクしていいわけです。そしてこれが例えばはっきりしたあでしたら、have、have というふうになるんですが、これが曖昧母音なもので、have、v、v、va のようなはっきりした音ではなく、v。そして次に、Another はここにストレスがありますね。すると Another の出だしが曖昧母音の場合、非常にここが目立つ結果になるんです。 Another、 Another ということで、このあがほとんど聞こえないということになるんです。そしてリンクさせるとどういう風に聞こえるかというと、 Have another、 Have another、 このように聞こえます。Could I have another one? Could I have another one? さあ次ですが、 Could we get our check? Could we get our check? これも音の連結によって聞こえなくなることがあります。 Get、 これが子音ですよね。そして our というあの音で始まる。これも結局子音と母音が連なるとリンクをするわけです。そして今度は北米なまりで T が非常に D の音に近づくという時があります。例えば water が water、 city が city、 このような発音聞いたことありませんか？これはこの T の音がですね、弾き音と言って、私たちの耳には結構ラ行に近いと感じる人が多いです。でもネイティブたちにとっては D の音に近いという解釈がされます。water、water、これが water、water、city が city。ここ get our がリンクすることで getter、 まあこのように一文字と考えてみましょうか。そうするとこの音も弾き音になってしまうんですね。よってここが get our、 get our ではなく get our、 get our というふうに非常に D に近い音になって、get と our という文字がそこにあるのがちょっと見えにくくなってしまう。Could we get our check? Could we get our check? 単語の頭っていうのは結構はっきり聞こえますので、ここで問題になるのは our が聞こえなくなるという悩みを持つことになると思うんですが、でも our は聞こえなくても言ってしまえば could get check、 could get check、 これが聞こえればまあ耳リスニングとしては成立するわけですよね。しかも自分が話す時もストレス、 could we get our check、 could we get our check のようにここにポンポンポンとリズムが来てしかりですので、この辺が聞こえないっていうのはある意味当然なんですよね。外国人が話すときにも Could we get our check?
という風なリズムで話されることがやっぱり多いわけです。今日は音の連結によって本来の音とは違った音に聞こえてしまう、それでリスニングができなくなるという現象が起こるパーツを、説明してみました。英語という言語は基本的にこう Could I have another one? のようにチョキ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 切って話すのをあまり良しとしませんし好みませんね。なので Could I have another one? のように限りなくこう音を連結して話される傾向があります。 OK、 今日は音の連結、そして音の連結によって起きる弾き音、この2つの説明を行いました。So let me tell you, for those of you who felt like, oh my god, I know every single word once I see the script, but I don't know why they sound so different from how they are spelled, don't worry about it, because they are pronounced differently. And once you understand how the words are linked together, or how some T's pronounced as D, it's called flap T actually. So if you understand those tricks,and techniques, you'll have no problem figuring out how they should sound. ということで、発音のこれらのルールを分かってしまえば、さほど難しいことはないんですね。そして発音のこのルールなんていうのもそんなにたくさんないですので、動画を見て一つずつ、丁寧に勉強していってみてください。ではまた他の質問があった時に動画にしていきたいと思います。Thank you for watching and I'll see you in the next lesson. Bye for now!